日本はやはり優勝候補の筆頭だ。日本代表がアジアカップ初戦ベトナムと対戦をしました。そして前半は意外な展開になりながらもベトナムに勝つことができました。今回はベトナム戦の得点シーンについて、そして海外の絶賛の声を紹介していきます。本日も日本代表について最新の情報を紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。ベトナム戦、衝撃の展開に。初戦のベトナム戦、私たちが想定する流れとは全く違う展開になりました。得点シーンと海外の反応をまとめてご紹介します。試合は早速前半序盤から動き出しました。前半11分、日本代表は右からのコーナーキックからのこぼれ球を南野選手が相手の股を抜くゴールで先制点を取りました。南野選手はこれで A 代表19ゴール目となりました。そしてこのまま日本が連続で点を決めるかと思いきや、まさかの展開になります。前半15分、ベトナムのコーナーキックでニアサイドで合わせられ失点をしてしまいました。この失点に対して韓国メディアが反応をしていました。ベトナムが大事件を起こした。優勝候補筆頭の日本を相手に0対1から逆転したのだ。トルシエ監督は日本に勝てるチャンスはあると自信を覗かせていたが、堂々たるパフォーマンスで渡り合っていると驚きを隠せないようでした。そして前半33分、またもベトナムがフリーキックからゴールを決められる形になりました。このまま前半が終わってしまうかと思いきや、前半終盤に南野選手が同点ゴールを決めることができました。そして前半アディショナルタイム、中村敬斗選手がエリア外からのロングシュートでなんと3点目を獲得。中村選手はこれで日本代表招集から6試合連続ゴールと絶好調となっています。これで前半日本が勝ち越した状態で終えることができました。前半終了時点でベトナム国内では大興奮となっていたようです。みんな間違った予測をしていた。サッカーでは何が起こるかわからない。最後に見たベトナム戦と比べたら違うチームのようだ。やっぱトルシエはいいチーム作ってくるよな。ベトナムは日本相手にここまでの形を作ることができるとは想定してなかったと思います。ベトナム国内は後半を楽しみにしていたと思います。そして後半が始まり、そのまま両者ゴールをすることができない中、後半80分、久保選手が南野選手と交代してピッチに入りました。そしてここで日本がまたもギアを上げました。久保選手がボールをエリア付近で受け取ると、そこから左にいた上田選手にパスをして、上田選手は相手ディフェンダーをかわしシュート。これが4点目となり、日本がまたも差をつけます。その後も日本がベトナムを圧勝する形となり、日本は4対2で勝利をすることができました。これで日本は11試合連続勝利、そして11試合で49得点と圧倒的な攻撃力を示しました。今回の中村選手の6試合連続ゴールは54年ぶりの大記録となりました。この試合に対して海外が反応。韓国メディアでは、ベトナムに逆転されてしまうなど、前半途中までの日本はドイツに2度も勝ったとは思えないほどの拙いパフォーマンスだった。三笘、久保、冨安など主軸が何人かスタメンから外れたが、それでも日本は9人が欧州組。やはり経験の豊かさに疑いはなく、リードされても恐ろしいほど冷静に試合を進めた。そして前半終了間際にしっかり2点を取ってスコアをひっくり返し、終わってみれば4点を奪っての勝利。さすがは優勝候補の筆頭である、と優勝候補とされている日本の強さを称賛しました。対して別の韓国メディアでは反対の意見もありました。ベトナムと違って日本にとってはやや屈辱的な記録だ。いくらフルメンバーの完全体ではないとはいえ、格下のベトナムに苦戦する姿は優勝候補の評価にはふさわしくないようだ、と前半の戦いぶりに関して紹介をしていました。韓国は直近7試合で連続勝利、そして連続無失点となります。そしてこの試合に関して他にも海外サッカーのファンの反応もあったので紹介していきます。日本の勝利に関して、サムライブルーのファンのファンはこれでもうほっと一息つける。ベトナムは全力を尽くして信じられないほど素晴らしいが、やはり日本は日本だ。南野と遠藤との連携プレーは今のところ素晴らしいから、リバプールには南野を残してほしかったわ。トルシエは良い仕事してるな。中国より確実に良いサッカーをしてる。今日の MOM はモナオとトルシエ、久保効果だね。試合に入ってすぐソシエダで活躍してるのも不思議じゃない。そしてベトナムに対しても様々な意見がありました。フィリップ・トルシエは本物の魔術師だ。
彼のチームは自分たちのレベル以上のプレーをする。ベトナムは2030年までに日本と韓国を超えるだろう。ベトナムは負傷者が多いのに一体どうやっているんだ。今回の試合はトルシエ監督に不信を抱く人たちも考え方を変えるような試合になったのではないかと思います。 MVP は南野選手に。今回の試合誰が何と言おうと MVP は南野選手で間違いないと思います。ゴールを決めた後も積極的に守備も行い、日本の後半の無失点につながる仕事をしてくれました。そして MVP に選ばれた南野選手は、今日の試合は初戦ということで非常に重要な一戦だったけど勝利できてよかった。先制点を取った後に難しい形、逆転された後にゴールでチームの助けになりたいと思っていた。それが逆転にもつながってよかったとコメントをしました。また森保監督は試合後のインタビューで、アジアカップは簡単な試合はないことを教えてくれた戦いだった。初戦の難しさの中追う展開になってしまったのは反省しないといけないと、今後の試合に関してもまた引き締めて戦うことを話しました。日本勝利もファンからは悲鳴の声が。今回のアジアカップでのベトナム戦、私たちは地上波で見ることはできずにダゾーンでのみ視聴できる状態でした。これに対して不満の声が続々と上がっています。アジア杯を地上波でやらないなんて昔なら考えられなかった。川口の PK ストップがいい思い出、世も末だ。地上波で放送してないのは日本サッカーにとって危機的状況だと思う。こんな地上波向きのめっちゃ面白い試合展開なのに地上波でやらないのほんと笑えないと、これまでとは変わったことに対して今後日本サッカーの人気が低迷するのではないかという意見が上がりました。アジア二次予選から問題になっている地上波での放送問題、シリア戦は地上波だけでなくネット配信もない状態でした。このアジアカップに続き北朝鮮との試合も一体どうなっていくのでしょうか。久保選手に嘆きの声。ベトナム戦で途中出場してすぐにアシストをした久保選手。久保選手の活躍は日本にとって必要不可欠となっています。2月にはイガンイン選手が所属するパリ・サンジェルマンとの対戦でも話題になっています。そんな中久保選手が不在となっているレアルソシエダはアスレチック・ビルバオとのダービー戦が行われました。その試合は1対2で負けてしまう結果となってしまいました。このダービー戦はレアルソシエダにとって非常に重要な試合となっていました。バルサやマドリー、そしてチャンピオンズリーグの試合よりも人気となっており、たくさんの人が見に来ます。そんな状態で久保選手が不在になり敗北、レアルソシエダファンからしたら相当苛立ちを感じている人も多いと思います。これに対してレアルソシエダのイマノル・アルグアシル監督が久保選手について発言。非常に激しいダービーだった。細部で決着がついた。言い訳はしたくない。我々は我々なんだ。竹が2人いるわけではないと久保選手が不在を嘆きました。そんな久保選手、さまざまなビッグクラブに移籍するのではないかと言われていましたが、その話は消滅した可能性が高いと言われています。レアルソシエダは2024年に日本ツアーを開催することを決定しました。日本ツアー開催に伴ってサッカー関係者は、これで久保が今シーズン終了後に欧州のビッグネームのクラブに移籍することはなくなったと見ていいと考えをしました。日本ツアーに来る際に私たちが注目したいのはもちろん久保選手です。そんな久保選手がもしレアルソシエダにいないとなると、レアルソシエダの試合を見に行きたいと思う方は少なくなると思います。そういった意味でも久保選手の移籍は今季はなくなる可能性が高そうです。しかしレアルソシエダでの久保選手の活躍はすごいものとなっています。レアルソシエダに残留する場合でもチャンピオンズリーグ優勝を目指して頑張ってほしいです。動画作成者の感想は、今回のベトナム戦、私たちは圧勝する展開を想定していたと思います。優勝予想でも圧倒的に日本が勝利するとされていました。しかし前半まさかの追い越される展開が一時期ありました。日本はヨルダンとの試合でも試合終盤に失点をしてしまい、今回も失点をする形になりました。今後は守備面、特にセットプレー対応をしっかりとしてほしいです。そしてこの守備面に関してはゴールキーパーの問題とあると思います。日本代表での経験が浅い選手が多い中、今回のベトナム戦でも活躍を見せることができませんでした。川島選手や権田選手がいなくなった今、ゴールキーパーの問題は今後も大きくなるかもしれないです。そうは言っても今回の試合でも日本は4得点を取り圧倒的な攻撃力を証明しました。
このまま次の試合でも日本が圧倒的な攻撃力を誇ってグループステージを1位で通過してほしいです。皆さんの今回のベトナム戦の意見もぜひコメント欄で教えてください。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみにお待ちください。